4つの部屋に分かれてるんですね。でこっちを右としてこっちを左として、全身の血液がこっち右の右心房に入ってきます。で右室に行って、ここは CO2 二酸化炭素が多い血液ですね、静脈血とか。それでこれが肺へ行くわけですね。で肺で二酸化炭素と酸素を交換して、酸素のいっぱいの血液が左心房、左心室、そんで全身へ流れてくるわけですよ。でさっき言ったその100回のうち不整脈が出てたら、そういう空振りで、空振りがあれば低酸素になってくるわけですね。でね、ここで、ね、人間でもワンちゃんでも一番多い心臓病のパターンってね、ここの弁、この弁がねしっかり締まらなくなってくる子が多い、とスラスな連続で見たかでは分かんないんだけど、確率論ね、これが一番多いんですけど、でここの弁を僧帽弁って言うんです。名前が決まってまして、ワンちゃんでも人間でも、でこの僧帽弁がしっかり締まらなくなってくる、要は閉鎖不全、閉鎖不全で、これがゆっくりゆっくりくる、慢性の僧帽弁閉鎖不全症がある可能性がとっても高い。そうするとですね、正常な場合はここに左心室に100血液があったとすると、心臓がギュッと収縮すると100流れできますよ、で、まあ体のいろんなところに酸素を、ね、運ぶわけですけど、それが例えばここで逆流しちゃうとね、しっかり締まらないとさ、逆流しちゃうわけですよ、それ例えばまあ大きな数字になっちゃうけど、10逆流したとするじゃないですか、そうするとこっちに行くのは90になっちゃいます、そうすると10酸素足りないことになる。そう、低酸素の情報が脳に行くわけですよ、酸素足りんよっつって、そうすると脳は命令することができるから、心臓に頑張れって命令するんです、そうすると弁は治せない、ここの筋肉が分厚くなってくる、それで心臓が大きくなる、そうそう、分厚くして90は100にはできないにしても、せめて98ぐらいまでギュッと収縮を強くして全身を送って、でそれでここの筋肉を分厚くして強い力で送ろうとする、それで心臓肥大が起きてくる、これがまず左心室なんですね。でもう一個前の話を見ていくと、絶えず送られてくるのに戻ってきちゃうじゃないですか、そこの中の血圧上がりますよね、先に送りたいですよね、そしたらやっぱここも心臓の筋肉が分厚くなる、そこのとこ、この血管ね、肺から心臓行くの血管、血圧上がりますよね、こんな流れが悪いと、そう、この細い血管でも血圧上がりますよね、そうするとひどくなってくると肺水腫、要は血管から水分が、血圧が上がりすぎちゃって肺の方に水分が流れちゃう、肺水腫が、これは急に呼吸が苦しくなる。でね、最近検査も大事だけど、お家でのね、ここだと絶対ワンちゃんでさ、興奮するから呼吸数増えるんですよ、本当の呼吸数ってわからない、家で寝てる時の安静時呼吸数、これを絶対この子を見る必要があります。で寝てる時の呼吸数ってさ、正常だとだいたい1分間に30回以下です。それを数えてほしいんです、これから。で30超えてたら、もう40超えてたら明らかにこれになってる可能性がある、40回以上で、私は1分も数えません、6秒で、と6秒で4回以上は要注意です。6秒で4回ってことは1分で40回ですよね、だからここの数字を覚えておいてもらって、家でゆっくり休んで寝てる時の呼吸数、6秒で何回かの毎日、あの面倒くさいけどさ、見る習慣をしてほしいんですよね、そうするとこれの前の段階が分かってくるから、そしたらもうこれの時には酸素が絶対いるんですよ、酸素とか、それから強力な利尿剤とか強心剤とかが、でそういうのがいつ起きるか分からん心臓をしてますから、ここは知っておいてください。で不整脈出てまた震えてるだけで済むんだったら肺水腫にはなってない、で肺水腫になってたら今日の肺の写真は白くなってます、でもそれはなってなかったんで、今はなってないけどなる可能性がある。それからあとここのね、これ心臓ですよね、でここ左心房なんですよ、左心房というとここ、さっきの心臓のここに当たる、でこれがね、
大きくなってくると心臓はバクバク打ってるじゃないですか、1分間に110回、130回バン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 こうやって打ってるとここの気管の後ろの気管支、うん、叩くんですよ、はい、で叩くのがある程度強くなってくるとそれでむせて心臓病性の咳が出る可能性がある、近い将来だから、その、まあ、排水臭はこれは命に関わるけど、咳ですぐ死んじゃうことはないんですけど、そういう咳が出てくる可能性があります、排水臭とね。それからまあ例えば動きたくないとかね、運動不耐性、いつもだったらスッと来るのにコンクなるとかね、そういったことも出てくる可能性があります。でもうこれ治療した方が絶対いいから、治療をした方がいいと思います。で今日はちょっと点滴しましたけど、治療の一番はね、やっぱり食事療法なんですよ、うん、でこれも食べてていいです、全然。でそれにプラスさ、ちょっと心臓病用のご飯、うん、心臓病ですね、ちょっとサンプルで出しますから、はい、中田さん、新刊サポートのサンプル持ってきて、で軽いナトリウム制限がしたるご飯ですけど、一回試しにやってください。食べてくれるなら1キロ買ってください。これはどういうふうに一緒に、ね、混ぜないもいいです。いや、混ぜてもいいです、混ぜちゃっていい。だからできればこれと心臓病のご飯を 50%50% になるように、うん、で、これがもうなくなっちゃったら買わないでこっちにしてった方がいい。その方が年とともにどんどん年齢を考えると悪くなっていっちゃうから、悪くなるペースを少しでも遅くすることが大事、うん、それからあとは薬物療法、薬です、うん、で薬は今作ってもらってるんだけど、ちょっと薬のあります、じゃあ袋をちょうだい、あ、ここにある、ごめん、ありました。1日2回、あ、3日分ずつ、まあ1回1週間で、ちょ1週間作ったんですけど、これ1日2回飲む方の薬ね、ちょっとこれ1個取っといて、両方とも1個ずつ取っといて、今最後飲ませますからですね、で1日2回飲ませる方の中身ね、ここに書いてきます。1種類じゃないんです、いろんなのが入ってるんですよ、うん、ピモベンタン、これが一番メインの薬なんですけど、心臓の収縮力を高める薬、全身に血液を送る、でなおかつ血管を広げる薬、うんうん、血管拡張剤、だから血管を広げてギュッと収縮で血の流れが良くなるんですよ、うん、そうすると心臓の負担が和らぐ、うん、それからエナラプリズ、これはこの血管拡張作用だけ、これより弱い作用としたら、これが2つだとしたらこれ1つぐらい、うんうん、それからあとは一応ちょっとね、白血球のこともあるからアモキシシリン、抗生剤もうちょっと今回は入ってます。からあとは、メトクロプラミド、こっちの黄色い方ですね、これが胃腸の機能を高める、機能を落とさないようにね、それから総合ビタミン、まあ、これは普通の総合みたいですね。それからタウリン、まあ、タウリンはちょっと肝臓元気にする、それからブドウ糖、ブドウ糖はただ飲みやすくするためにちょっとだけ甘みをつけて、プロバイオティクス、プロバイオティクスって聞いたことありますなんかこうね、ヨーグルトに買うと腸の善玉菌です、腸善玉菌、腸の善玉菌を補っていいうんちが出てくれると腸の環境が良くなるわけですね。そうすると自分で治す力、免疫力が高まると言われてますね。それからあともう一個ね、アガリクス、アガリクスはキノコなんですけど、キノコ類には全般的にベータグルカンというタンパク質が入ってるんですよね、椎茸でも舞茸でも、でアガリクスはたくさん入ってます。でこのベータグルカンもやっぱり免疫力を高める働きがあります。だからこれを飲ませると1日2回で、最後にちょっとこれ私飲ませて、からこれが1日2回だもんね、だから14個あったけど今1個取りました。だからこっちは1日1回の方で、1日1回の方は夜やってほしい。で
この中にはメロキシカンステロイドじゃないタイプの非ステロイドの消炎鎮痛剤が入っています。炎症を鎮めて痛みを和らげる薬、消炎鎮痛剤。まあ、それにこっちもブドウ糖がちょっとだけ入ってますけど、まあ、これはおまけです。メインはこれです。で、これは1日1回ね、夜に。だから夜は2袋、朝はこれだけ飲ませて、それでサンプルフードが、小袋サンプルがこれだけ出ますから、で、心臓関節サポートと書いてあるんだけど、これの特徴は低ナトリウム。軽いね。軽い低ナトリウムね。で、あんまりさ、咳とかそういうのが出るんだったら、強力な低ナトリウムの方がいいんです。で、あとは関節サポートで書いてあるんだけど、要はね、グルコサミンとかコントロイチンとかって聞いたことあります、うん、グルコサミン、コンドロイチン。要は関節軟骨の成分なんですけど、そういうものとか、それから、オメガ3脂肪酸 EPA とか DHA とか、これはサプリメントなんだけど、抗炎症作用があるし、血流が良くなるし、心臓病の子にとってもいいんですよ。そういう成分がこのご飯に入ってるんですよね。だ、それはちょっとまず食べんことには使えないから、一回試してほしいんです。だからこれどうしても食べない場合、どうしても食べない場合はこれでしかない。それか他の会社のまたちょっと前に1回これ以外のご飯をあげようとしたことあるんですけど、一切手つけなかったんです。そうするとね、例えばね、手作りフード、これをでも食べるかどうかって分かんないけど手作りフードのポイントはタンパク質、まあ肉か魚、はい、それから炭水化物、うん、まあお米かな、うん、で、脂肪は考えなくていいから、うん、あと繊維、野菜、うん、ネギとか玉ねぎ以外ね、うん、の野菜を重さで1対1対1にする、うん、これ50、これ50、これ50と、うん、で、まあ、煮るなりして食べさせると食べてくれればいいけど、でもこれ大変ですよ、うんうん、これすんの。そうですね、うん、人間ともう一回同じようなご飯作るのがいいですよね。そう、で、味なしで、あ、味あったらダメだから、はい、なかなかね、大変なんです。だからやっぱフード食べてくれたら分かるんだけどどうしようも食べなきゃこれでいくしかない。でもこれもさ、絶対ダメなわけじゃないんですよ、はいはい、ちょっとナトリウム制限がかかってないというだけで、うん、でそうだ、そういうわけ。朝、お昼渡したプリントなんでもう知ってないですよ、ね、あ、ごめんなさい、いいですよ。で、そこの24ページ、うっ血性、心臓が悪い子用のご飯っていうのがありまして、で、ここのものは、まあやってないと思いますけど、パン、牛乳、チーズ、マーガリン絶対ダメ、うん、ここのものもナトリウム多いから絶対ダメで、ここのもの、うん、お肉だったら何でも大丈夫、うん、で、あとこの辺のもの、うん、まあ、だけど、まあフード食べてる子にわざわざこういうのやるかっていうこともあるんだけど、うん、まあ、こういうものは少ないよということです、うん、だけど、この中からさっきのバランスを取ってあげなきゃいけないわけだからさ、うん、これだけ、じゃあお米だけやってればいいかって、そういうわけじゃないですよね。炭水化物ばっかり取ってもそれは良くないわけで、うん、からあともう一つね、今んところは大丈夫かもしれませんけど、膵炎、はい、っていう問題がね、おかんちゃん7歳、10歳過ぎてくるとね、来るんですね。昔は分からんかったんですけど、検査がなかったから、うんうん、で、この子、膵炎の検査の詳しいのは出してます。だからまた後日3日、5日ぐらいしたら結果が来ますけど、膵炎という病気はやたら多いんですよ。で、これになっちゃうと脂肪がダメなんですよ。人間もそうかもしれませんけど、だからもしこれがあったら、心臓病のご飯じゃなくて低脂肪食やった方がいいです。超低脂肪食のバランスを得たご飯、さあ、そしたらまだこれじゃなくなります。これ脂肪は多いですから、うん、だからとりあえずちょっとまずはこれだけど、はい、もし膵炎が結果次第で、そういうことです、ね、そしたら低脂肪食やっぱりこっちにしよう。もうそしたらやっぱこれも、うん、それはもう絶対膵炎がもしバックグラウンドにね、うん、あったら超低脂肪食のバランスを栄養食をやった方がいいですね。だからこれはまだちょっと
今日には結果出てません。でもさっきのリパーゼ、これも一応水分が軽い検査なんですけどね、これでは正常でしたけど、ね、でもう一個スペック CPA でね、感度が 90% 以上の検査があるんですよ。でその検査が出るようになってからワンちゃんでも水源の診断が下しやすくなった、それは一回ね、高齢の子は見といた方がいいかなと思って出してますけど、まあ、今日は結果出ないから、まあ、とりあえず現状として今じゃあこれが一番、うん、これが一番可能性が高いと、はい、で打って胸が苦しくなって震えてたという可能性が高いし、あと心の問題もある。そうです、ね、ああいう性格の子は、すごい気遣い性格でしょ。だからということですね。いや、これしか食べないな、あの子ドッグフード。ダメですよ。違うのあげようとしたんですけど。そう、これって、ダイエットライン全く食べなくて。岐阜県多治見。成分表示です。年齢ごとにちょっと分かれてるんですね。1歳、7歳。あ、ちゃんと来るね。タンパク質ですけど。そしたら、こう。ナトリウムまでは変えてないからさ、うん、ね、あの大きな栄養素、タンパク質と脂質とね、うんうんうん、繊維とかそういうのはどれぐらいで、あとその他の栄養、あのカルシウムとかリンとかビタミンのようなのとか書いてあるけど、うん、ナトリウムがどんな分入ってるっていうのは書いてないからさ、多分ナトリウム制限はまあ普通のフードはしてないです、うん、はい、ということで、じゃあこれはすいません、殴り書きですけど、あ、とんでもないです。で、この結果はとりあえず出たものは持ってってもらって、はい、今から出してこれ飲ませて、はい、ごめんなさい、この袋を持ってきてもらったけど、あ、とんでもないです。で、ね、はい、永田さん、これお願いします。で、この口に飲ませるのはどうやって飲まそうかな、おとなしいから多分そのまま飲ませそうな気がするんだけど、はい、一回消す。